リス君歌う？なんでやねん。あ、人からやから。でも人から、僕人からやっぱ常連だったですよ。友達いないんで。うん、みんな結構人からとか行ったりするんですか？あ、ごめんなさい、人からばっかでしたね。ごめんなさい、その友達もないですね。ちょっと行きます。ラブテン。これは何？私が高校生だった時の話。喋ってくれるん？バスケ部に所属していた私は、いつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていました。えら、その日は自主練が終わったら二人でカラオケに行くことになっていました。めちゃめちゃ仲いいやん。男とか？男とか？おー、えらい広いカラオケやな。広すぎ、ライブすんのか、広すぎひん、ちょっと。あとさ、行くで。何回転したお、マウス感とタカタタタ、喋られへん、もうごめんほんまに。え、可愛くない？俺の同級生にめちゃめちゃ似てんねんけど。D。フリースローの練習しよう。夜の方ですか？夜の方ですか？夜のフリー、すいません、わかった。いや、首グーになってたけど。下手くそ。入れろよ、頑張れ頑張れ。下手くそ。手首だけない、もう全部入らんやん。逆に珍しいって。俺も下手くそやったわ。ちょ、これむずいで、割と。なんかしゃがんでとかある？あ、ぽい。下手くそ。ちょ、俺ら何してんねん。この辺やな、そろそろ行こうか。諦めんな、その首の角度で。なんやねん、びっくりしたお前。そんなダン込んでええやん。ほんでキムタクに似てない？いつまでやってんだ。いや、声キモ。今日はもう帰れ。そんな G の声に聞こえへんけど。やっぱ私片付けていくから先に行っといて。お、わかった。ローディングやめろ。ほんで怖っ、なんだここ。先帰っといてって言われたけど、こういうの探索して。なにこれ、ガッチマンさん、ガッチマンさんやん。あ、い、あ、全部取れんだ。ゲームをしたらバカになるって誰が言った？これ子供に見せちゃいけないリスクやね。うん、こんなん見たらもう一生ゲームしちゃうから。ちょっと見ていくか、いろいろ。ああ、ドアの勢い半端ない。ロッカーを開ける。あ、これが俺のロッカー、もしかして。これは取れ、あ、え、触れないけど、全然触れないけど。は、あ、なんかいっぱいある。シーブリーズ、夏汗拭きシート、うわー懐かしい。脇スースーするやつね。で、着替えて、こっちが俺のやったんか。はい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 。で、バッシュを入れる。はいはい、もう触れるとこないね。お、なんかある。あ、靴ね。はい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 。じゃあお疲れ。自転車を手に入れる。パクるってこと？急に犯罪に手を染め出すやん。じゃあ自転車に乗りに行くとかじゃないの？自分の。これ友達のやろね、赤いのは。カバンだけ入ってるけど。うわ、めちゃめちゃチャリ乗れる。後ろも行ける。あ、後ろも行けちゃう。お、怪我するぞこれ。めっちゃ速いんちゃう？立ちこぎやろこれ。どこまで行ったらええねん、わからんぞ。待って、カラオケあった今。カラオケ行く約束してたって言ってたよな。ほら見て、カラオケだ、こっちやって分かってるけど、俺左に行くわ。お疲れ。あいつだけカラオケ行ったらええねん。俺家帰るからさ、普通に。こっちじゃない、ごめんなさい。はい、コーナー攻めて、いいよ。で、ローディングね。やめろ、そのメタローディング。ほいで、
あ、こっちね。はい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 。こういう時になんか、あ、こういうとことかにね、暗い影が立ってたりとかするんすよ、ホラゲって。思い出してきて、なんか久々のゲーム実況プラス、久々のホラゲやから、ここは誰かの家。なんなんやねん！な、クリックでお前、鳴らすんかい、チリンチリン。え、なんか車走ってた。俺アホやから追いかけちゃう。何？リ8613。なあ、もうじゃあびっくりした。違う、自分でクリック鳴らしてびっくりすんのやめろ。え、なんなんこいつ。ちょっと煽るか。おい、出てこいよ。おい、出てこい、出てこい。無駄か。で、これどこ向かってんの俺。でさっきも言ったけど、久々のホラゲーと久々のゲーム実況でね、喋れるか。あ、カラオケついたわ。うわ、びっくりした。お前しばきますぞ。うわー、お、なんでそんな応援ねん。ほんで、どこに向かって吠えてんねん。ここ入っていくんかな。俺がなんかこう普通の喋りをしようとした時になんかアクション起こるのやめてほしいわ。こっちっぽいな。あ、いけた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 。え、ちなみに声でか、あ、犬声でか、めちゃめちゃ声でかかったな。もうちょっと音声下げた方がええかな。で、カラオケっていう看板さ、もうちょっと近場に書かん？こんな遠目からカラオケ案内してくるかな。めちゃめちゃビビったわ。ほんで声か、な、携帯タブとか。あ、普通に出たわ。もうええか。ん、どないした。ごめん、うん、コーチに捕まっちゃって。うん、先歌ってて。お前絶対こやんや。ごめん、今日もう遅いからごめん、行けないわみたいな。で、結果、あ、そうか、で、こやんねんや。で、人からやん。タイトル回収ね。はい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 。平気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 。後で行くね。やらしいことはすなよ。お前萌えか、絶対やらしいことはすなよ。お前コーチと禁断の恋だけはやめとけよ。はい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 。あ、で、着くんやん。はいはいはい、着いた。ん？あそこにチャリ置いてねえってことね。はい。最後にチリ鳴らすなよ。あ、またある。オレンジジュース。はいはいはい。お耳に癒しを。いろいろあるんやね。おもろそう。ごめんごめんごめん、客にも笑ってもうた。頭すぎちゃん、やめて。入るか。ちょっとお茶飲もう。着いた。え、俺一緒のタイミングで飲まんかった今。え、待って、俺とリンクしてる説ない？あ、ほら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 、リンクしてるって。え、待って待って、見といて見といて見といて、今俺今持ってんのよ。見といて、前の人見といて。ほらー、かなり暗いけど。うわ、首の角度えげつ。あの、すいません。あ、はい。わー、態度悪いけや。二人で2時間お願いしたい。はい、はい、うん、では12号室をご利用ください。もうちょっとピピピとか、あの、アイスかホットかどうしますかとか聞け。ドリンク番も適当にご利用ください。おー、いい。仕事だけはちゃんて。お前首のお前振り向き方えぐいって。なんなんそれ。なあ、ふざけやがって。お前耳まで毛生えとれないか。お前は、お前いつまで、え、カラオケしに来たんじゃなくて喉潤しに来た人。サイゼでやってくれ。
え、びっくりした。何萌か、いや何来ないで、来ないで、何、もしもし聞こえる萌か、触らないで、はい、エッチなことしてました。ね、あの先生はもう終わりです。まあ、とりあえず何番っつったっけ、忘れたけど、あ、ここは俺か。バカうまい、歌手になれ。はい、来た。いらっしゃいませ。100円20分、え、安くない？100円20分で100円10分なんで一緒やねん。まあ歌うか。熟した果実、未来へ歩いていこう。あ、ここで一曲じゃないんや。未来へ歩いていこうじゃない。レスト、迷子の鬼。あ、音量、しっかり選べる。あ、しっかり歌おうとしてる俺。椅子に座れ。なんで地べた座ってんの。椅子に座れよ。ノーツ、タイミング、待って、音ゲー始まんのこれ。熟した果実いっとこうか。いい曲歌おう。待って、音ゲーやん。ミニゲームの遊び方、テレビの右から流れてくるノーツを RFV、 うわ、なんでこんな斜めな。ちょっとキーボード縦にするわ。よいしょ。で、ノーツで、タブレット画面でノーツタイミングの変更、イージーモード任せろよ。はい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 、ちょ待って、キーボードが、もう終わった終わった、もう終わりだよ。もうカラオケでもねえよお前、ゲーセンだろここお前。歌詞何も入ってこへん。熟した果実、歌詞何も入ってこへん。生まれて初めてで、今パ、あの机の上でキーボード縦にしてんの。喉乾いたな、指疲れたなって言え。59点、バカ下手やないか。ドリンクバーで飲み物を持ってこよう。いい曲ではあったんかな、ちょっと俺には理解できへんかったけど。うわっ、あっ、こっちやで。え、萌えか、萌え、あ、じゃあ店員さんかこれ。え、萌えかじゃない、あ、店員さんかな。携帯見ながら仕事すな。これで、あ、メロンソーダやん。え、違う、置くんか。え、置けない、ん、押せない、あ、氷か。はい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 、こういう時に後ろ見ちゃう。大丈夫やな。いや、もうさっきみたいなんやめてほしい、マジで。うわっ、しばいていい。ちょっと待って、さっきみたいなんやめてほしい、ほんま。なんなん、ほんで、なんかハチに似て、なんかワンピースのハチに似てない。はい、あのさっきの男、あの私が使ったマイクを、しゃぶり散らかしてました。ちょっと何の曲いこうか。次採点とかできない、あ、できないんだ。ノーツタイミングちょっと早くしてみようよ。一番早いのいくつ。え、まだいける、まだいける、ちょっと待って、頑張って、あ、5か。これでいこう。で、ちょっと、
やげながら、だだ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 だ。なんで俺知ってるん？びっくりした。これね、俺が動画で使ったことあるフリー BGM やね。あー結構これ好きやけど、でも今回はちょっと俺が歌ったことある曲で、歌ったことない、歌ったことはない、知ってる曲いこう。やとしたらいける。 OK。 でも早いかも。はあ、これリズム合ってる？リズム合ってる？なんか。何もリズム合ってなくない？このゲームにこんな必死になってる？萌えか、そろそろ来るかもな。なんか食べれるものあった方がいいかも。フロントに電話して注文しよう。オーケー。ん？こうか。で、こうね。あ、はい。もうやる気出せ。注文したいんやけど。いいですよ。あ、いいっすか？何にしますか？はい。ピザ。カラオケ、たこ焼き。いやまあでもカラオケって言ったらピザなんちゃう。うん、ピザ行こう。了解です。お、かしこまりましたやろがい。 2,3 分でお届けします。はい。君って、はい、12号室で歌ってる女の子だよね。そうですよ。制服高校生だよね。うん、せやね。だよね。うん、友達だよねじゃなくて。あん、ちょ、ごめんなさい、あえちゃった。よし、やりきった。よしよし、楽しかった。ほんまカラオケ楽しいわ。オーダーした食べ物まだかな。電話しよっかな。ふう、つながらない。直接行って聞いてみよう。 OK。 もう俺騙されへん。あっち行ったら鉢合わせるから。こっち行く。おらんのかーい。スタッフルームどこ？スタッフルームってどこ？あ、でもさっきあっ、よし、 しっかり見てけ。お前も歌手になれ。ここはな、あ違う、これ非常口。え、どこ？え、どこやろ。あ、ここ。すみません、えらいなんか変なとこにあんねんな。入ってみよう。インカ勝手に入って、本当にダメだね。って
てかスタッフ何勝手に入ってきてんの。すいませんなんかごめん急に怒られてすいませんって言っちゃうの出たわちょっと癖で別にわ悪いか悪いか悪くはあるか。ここスタッフルーム。そうやけどスタッフしか入れないんですけど。いやでも君仕事中にスタッフルームで携帯いじってますけど。何注文したものは食べ物でしょ。いやそうよ。もう持って行ったけど。いや届いてないけど。何言いがかり。ん電気は消されへんか女子グメ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 。今のは何だったの。俺に言われた。いやしかも俺の部屋から出てきたよあいつ。おい あピザよ。あ違うわポテト間違ってるけどね。え、こじきしに来たってこと？ポテト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 って食ってたってこと？ほな一緒に歌おうや。萌えかこうへんし。まあ歌おうや、まあ、ポテトでも食いながらね。おう、うざいわマジで。ん？うわポテトの中に何か入ってる。異物混入？メアド？え、サイバー的な何かが入ってるってこと？あ、神か気持ち悪い。こわっ。ゆうたろう1101アットマークやばい .ne.jp やばいね JP やばいねそれに知らない曲が入ってる。ポテト食いたいけど。カラオケのポテトってクソうまいよな。いや熟した果実で草やるしかないんかこれ。はい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 。え、ちょっと待って、赤くなっていてない？なんかえ、こんなもん。うわやっぱりおかしくなった。大丈夫、接続不良。サビでのバースボールつけます。萌えか。もしもし萌えか。遅いよ、もうとっくについて歌ってるよ。俺ミラって名前なの。あ、もうだ、でしょ？だいたいそうなんよ。もうあの、ちょっと遅れるわ、小やんから。え、どうしたの？ね、もしもし？おかしいね。あ、動けるわ。あ、出れる出れる。ほな、帰りたいよね。え？ちょっと動かへん！動かれへん！ああ、びっくりした。え、停電？おい！携帯取るときにジャンプして取るやつ。なんか落ちてるね。クデリング。あれ？萌えかの携帯も？どうしてここに？まずい！明らかにまずい空気が。帰りたみはある。また鳴ってる。なんかえ、萌えかの携帯を7つ集めて願い事叶えようってこと。いや怖っ。あ、消えた。出れない。
いや無理無理無理、無音やめて、無音やめて、お願い、あの本当に何でも何でも言うこと聞くから、ほんまに。イエス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 、マザファカチースみたいな。なんで、なになになに、助けてくれなかったの。助けてって言わないからだよ。電話したじゃん。聞こえ、した、え、待って、後ろ振り向けない。あー始まったわ、みんな始まった。もうこれあと2時間は耐久するよ。ごめんやけど、ごめんやけど、あと2時間は行くよ。後ろは振り向けないよ、この状況では。うん、だって振り向いたら絶対いるじゃん。うん、分かってんもん、そんなことは分かってんのよ。だから俺はあえてこのまま下がる。なんもいないやん。待って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 、 あもうカード行く、ん、入ろう。お前本当に芝居たのかい。ヘッドホン飛んでいきました。ちょっと待って、ちょっと待って、ヘッドホン飛んでった。寝ちゃってた。どれくらい寝てたんだろう。夢落ち。今回ちょっと多いよそういうの。どうした。うん、コーチにバレちゃったの。え、さっきの写真って何。え、逃げて。いや無理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 、ほんまに無理、ほんまに無理。俺マジ逃げる系のホラゲマジで無理なんやから。コーチがコーチに向かってる。ガチで無理。写真何のこと。あ、なんかお腹痛くなってきた、トイレ行かなきゃ。いや出ようよ、我慢して、我慢して出よ。いや俺これトイレ行かん、あ行かなあかんのかも。いやこーわ、ちょっと待ってよ、リアルすぎる。どこ、あ、こ。そしたらトイレの中にコーチが、上怖。そういえば写真って何だったのかな。あれ、萌香からメール来てた。え、なにこれ、コーチ、もしかして萌香に電話しなきゃ。え、どういうことよ。繋がらない。さっきの写真もわからんしな。出るか。手洗ってません、ごめんなさい。どうしたらいいの。いやもう出るしかないでしょ。うっしょ、マジでバス、店員さんがいない。いや知らん知らん知らん。ドア塞がれてる。でも俺知ってんねん、非常用通路があるっていうことを。頼む、開いてくれ。開かない。 What? あ、スタッフルーム。新作聞いといて嫌です。なんもねえわ。あ、見よう、もしかしたら外の映像が見れるかもしれない。見れた。はい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 、そこどこ、めっちゃ見てる。コーチがもう来てる、警察を呼ぼう。4分かかる、それまで隠れてない。いやいや、いや無理、もう無理よ、みんな終わった。
もう無理よ。敵の視認性を低下され、させ足音を減らします。オッケー、なるほど。ここかな。やきっしょ。ちゃんと気色くて草。あ、隠れたって無駄だぞ。ちょっと待って、行き止まりよ、行き止まり。ナイスナイスナイス。一回捕まってみたい。どこだ。うわ。どこに隠れた。まっつまっつまっつまっ。あー、まっつ。どこに隠れた。まっつい、なんでバレへん。ここかな。あと口癖それしかないんかい。まっつい。どこだ。頼む、来るな。どこに隠れた。ここにいるのは分かっているぞ。ちょっともうパリパリ音なったけど、ここでどうよ。ここ暗いし、バレ…バレへんのちゃう？俺は何もしないから出てこいよ。ちょ、もう一回こっち来るでしょ、絶対。もうルート分かった、大体。あ、来るでしょ？来るでしょ？ここにいるのは分かっているぞ。だー！来てない？どこに隠れたボットやん。俺は何もしない。お前出てこいよ。いい子だからさ。俺は何もしないから。冗談じゃ。嘘嘘嘘嘘。ごめんなさい、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 ごめんなさいって言ってるやろ。俺でも。うわあ。めちゃめちゃ殴るやん。めちゃ、なんでそんな殴る。え、これ最後の1分とかじゃなかった？普通に俺がバレただけ。なんか今回なんか、なんやろ、幽霊の怖さというよりかはなんか人間の怖さの方が近いね。あ、こっちも行けんだ。このパリパリ音がやばい。どこに隠れ。え、そこ入るんじゃない。うわっ、やっぱそうやな。いや、もうタックルの仕方がラグビー選手かい。で、俺の予想はあの開けたドア入れんちゃうかな、ワンチャン。 OK。 入れた。オッケーオッケーオッケー。ここかな。でかくない？あ、でもこれも限界あるんかな。俺は何もしないから出てこいよ。いい子だから。え、どうなんやろこれって。最初に入るべきではないんかな。なんかさっき1分切った瞬間に停電入ったから、あ、バレるんちゃう、これバレんちゃう。隠れたって無駄だぞ。これバレんちゃうかな。あ、バレへんねや。え、じゃあここめちゃめちゃアンチやん。え、めちゃめちゃアンチじゃない。あ、もうバレてるやん多分。出てこいよ。やっぱね、ずっと入ったらあかんかもしらへん。
もうこのだってむせび泣く声でさバレんちゃうかな。隠れたって無駄だぞ。いやもう多分これ来るわ、みんなごめん、あのびっくりすると思う。もう来るよ、もう来るよとだけ言っとく。だから2分なんやろな、早いうちに隠れるとあかんと思う。ここにいるのは分かっているぞ。もう分かってるやん、ここにいるのは分かっているぞって言ってるから。だって分かっててあえて見つけてないやろ。だってこれはもうここかな。いやもうここだろ。そっから一歩も動かんねん。もう俺は何もしないから、ここだよね。そりゃ出てこいよ。うん、いい子だからさ。じゃあ出ていこうかな。じゃあ出ていこうかな。いやこれ長いわ、これ1分切った瞬間に来る気がするな。俺は何もしないから出てこいよ。え、どうなんやろ。いい子だからさ。そのいい子だからさの言い方もやめて。どこに来るんちゃう。俺でも逃げられるかな。難易度上げてきた。これでも逃げられるかな。難易度上げてくんのよ、1分切ったら。そうなんよ。いやこれね、多分1分切ったぐらいに多分入ればよかったんかな。警察呼びやがって。呼んだよ。どこ行った。いや見つけてないの。それ演技やとしたらかなりうまいよ。なんでずっと棒立ちしよる。逃げよ。これ見つかんのかな。見つかんの。やや、また4分待たなあかんや。頼む、捕まってくれ。お、行った。警察が到着したことが分かると一気に体の力が抜けたようで、はい、気がついたら病院のベッドで横たわっていました。まあ精神的にもね、ちょっと警察が調べたところ、コーチは今までに10人以上の生徒に交換していたようで。おい。すぐに捕まったと友達から病院で聞きました。友達はというと、はい、あの事件がトラウマになり、なるやろね。男の人とすれ違うだけでうわーピクッとしてしまうような気がした。そういう人がおるからちょっとね。今では時間が経ったことで良くなっているようですが、うんうんうん、まだ恐怖が残っているようです。まあ一生残るやろね。エンド6の6。エンド6個あるん。終わったー。あの何やろ、まあ、今回なんかこのホラゲーすげえ人間的なちょっと怖さがあるなって思ったけど、最後のエンド6個あるのが一番びっくりした。エンド6個あるの。